もういいって。でもわからない比喩は面白くないですよ。見つめないで、めんどくさい。範囲知らないんですけど。だって勝手に話変えるよね。言った内容と全然違うこと言ってる。これなんでしょうって全然違う。
どうしたんって聞かれるの嫌い。めんどくさいね。もうコメント見たくない。15分だけ見れたらいいのに。めんどくさいわほんま。なんかさ、どうせ言っても変わらんからもう言わんけどさ、しといたらいいんちゃうじゃなくて、やめたらいいんじゃない。また出た。待って、今の長文何？コメントブロックする当該当ユーザー、ああ24時間のやつだる。もういいわこれ。もう立てへんねんけど。嫌だこれで。
なんでこんなめんどくさい制度にしたんやろな。ショールームになんか問い合わせられへんのかな。なんで24時間しかブロックできないんですかって。だってそれやってブロックの意味ないやん。だってブロックしても帰ってくんねんで。全然意味なくない。毎回毎回ブロックせなあかんのめっちゃ嫌なんやけど。あと通知とショールームのフォローも、フォローしたら全員通知くんのやめてほしい。別々にしたらいいのに。なんでそんなめんどくさいやにすんやろな。15分や、さよなら。